お前何してんの？お前何してんの？え、やっぱちょうど行ったわ、お前。えぐ、お前。タイミング。いや、足遠目に行ったやつがお前だと思った。お前、タイミング終わって。何やねん。何やねんって何？お前、え、あそこで起きたん？あれ、ここで起きたんや。あ、そこか。そう。何その私服。そんなん持ってたっけ？こっち行って。いいよ。久々に起きたんや、やっぱ俺って。うん、そうね。ちょ前ちょっとだけ起きて、うん。急アクションになったから。車を出しておいて、直してもらってもよろしい。まあ、あれに対しては、まあ申し訳ないんだけど、みんなに。うん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 。でも逆に言うと、今のオールインって、俺一期生だからね。うん。オールインの、そう。まあ、師匠も一緒やん、そういえば。まあ、二期生やけどね、俺は。二期生なの？そっからかよ。いや、うん、覚えてねえんだよ、こんな。いや、まあでも、タイミングはね、近いよね。うんうん、まあ、オールインがそもそも今人数多いからね。そうね。まあ、こっからもどんどん増えると思うし、うん、無力的に、いや、なんか力的に、うん、もうオールインは、まあ、俺に対しては、力も結構強いし、うん、結構前の話なんだけど、芝も取ったよね。俺らが頑張ってレースして。何を取ったって芝。ああ、芝取ったね。はい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 。うん、多分始まったのはこっからだったと思うんだよ、俺は多分。うん、まあ、まあ人によっても違うと思うんだけど。いやいや、そっからじゃない。多分島がいないと、まあ、ギャングではないからね。うん、そうね。島を取って、まあ俺今の俺にはまあちょっと俺の仕事はもう十分にやってたかなって。うん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 。このオールインに対してはね。あ、そういうこと。え、まあ、話はね、ちょっとまああれにして、ちょっと待って。担当的に言うと、まあ、うん、俺はもうオールインをやめるっていう。マジか。やめるっていうか、もうこの街を出る。あ、もうロスサントス自体を。時代をもう出るんだもん。まあ、それはセルが満足しちゃったみたいな、そういう話。そうだよね。俺がもうね、オールインで戦ってて。うん、もう強いし、まあ、今のオールインって結構強いと思うし、うん、強い、ね、これはもうあんま関係ないね、まあ、俺がなく、逆に言うと俺がなくても、うん、全然大丈夫なんだと思うんだよね。ああ、どうした？いや、話してますよ、普通に。え？ちょっと喋ってるよ。大事な話を。大事な話を今から拉致して。一緒にこの街を出るって話やん。俺もかいな。いや、お前今 OK って言ったやん。おふざけんな。え、こいつが俺と一緒に街を出るって言ったよ。言ってないよ。そう、一緒って言ったよ。え、でお前大丈夫なんですよ。マジかよ。セル死ぬの？ん？セル死ぬの？俺、俺死ぬんすか？え、死ぬの？死ぬのって、あ、病気って話。いや、病気はないっす。ああ、ちなみにもう普通に街をもう出る話をしてて、おう、まあ、一応、まあ、今日来て初めて会ったのが千代だから、千代だったから千代と話してですよね。あ、エンディングか。街も出ますっていう話ですよね。もう簡単に言うと、あ、この街から出るって話か。うんうんうん。じゃあ10億出そう。おい、10億っすか？ 10 億だぞ。10億全部回数までは街を出れないってこと？いや、一旦10億払わないと出れないんだよ、そもそも。あ、そもそも出れない。どういうことですか？うちのけじめオールインのルール、うん、ルール、あ、オールインのルール、けじめっても10億払わないと出れない、うんうん、出れないっていうか出れないね。あ、ちなみにいくらあんの？あ、今ね、うん、5000万。少なすぎお前。じゃあ、まあ一旦10億なんだけど。はい。どうしようかな。お金がないって話か。お金はないけど、あの、結構前の話にもちょっと戻るんですけど、うん、まあ僕自分一人で取ったわけではないけど、この今持ってる島って結局レースで1位取って、この島が持ってるようになったのはちょっと、いやいや、この島で10億はいかないね。じゃあ、いや、いかないか。確かに、まあ島で、
やっぱギャングマンっすよね、まあ、島があるとこっからんじゃ、こっからじゃないっていう話になるんじゃないですか。まあ島ってくれたら分かった。じゃあ、うん、10億の半分にして5億にしてあげる。だから持ってない持ってない、5000万なら5億持ってない。5億持ってるって坊主しかないんだよ。おい10億簡単に払えるか。いや5億分の何かをやってくれないとね。オールイン抜けんの？いや抜けるっていうかさ、そもそもこの町を出るんだよ。うん、この町出てどこ行くのよ。どこ行くって、どこ行く場所って決めてないんだよね。引っ越しする感じじゃない？まあ引っ越し、いや引っ越しするけど次まだそうなのね。え、その引っ越し先でもさ、オールインとして活動しろよ。じゃあ、うん、どうすんの？ダメなそれじゃ。いや無理じゃないか、パールワールドやろ。まあそもそもギャングに抜けるだけじゃなくてはい、はい、この町を出るって話になってるから。はいはい。ああえ、今日はいるのちゃんと？まあまあいる、まあなんかあるとしたら全然いるよ。まあ速攻、まあこの町を出るっていう話ではないから。パシフィックは行きたいな。みんなに話して、そうちゃんと伝わって、その後でまあもうけ、今みたいな、まあ、このとんでもない10億に10億まで行くとは思えなかったけど、まあ、じゃあそのパシフィック成功したら4億やん、はいはい、ボス。うん、その4億と、はいはい、セルーの持ってる5000万と、うん、俺の持ってる5000万で脱退金にしよう。え、千代が払ってくんの？うん。なんでなんだよ。いや、いいよ別に。別にいいの？いやこの街一番レアなアイテムあげるよ。いや、あれにしよう。レアなアイテム。じゃあ、ちょうど5000万。5000万？はい。パシフィック成功して、はい。からの、その5000万をオールインして。オールイン？うん。うん。じゃあ、勝ったら1億になるじゃん。はいはい。それで終わりでいいじゃん。負けたら？負けたらもう、今日が1億払う。え、もともとどういうこと、どういうこと、もう一回言って、もう一回言って、もう一回言って。だから5億じゃん今。ファスティック4億からのセルが持ってる5000万を横領して1億に返す。あー、なるほどね。逆に言ったら千代が5000万払うか1億払うかっていう話じゃないの。もしセルが負けたら千代が1億払うよ。なんでやねん。まあいいよ、わかった、それでいこう。いや、だから勝てばいいのよ。まあまあまあ、オールインだから。勝ちのってまあもう、うん、オールインだから、まあ、オールインだからね、うん、はいはいはい。逆に言うとパシを失敗するとパシを失敗するとちょっと、いや俺この街を来ていっちゃん頑張るわ今日、うん、パシ失敗するとややこしい。ちょっと真面目にします。まあ、まあ、いつも通りちょっと真面目にします。うん、チオもちょっとごめんだけど。いいよ。え、本当に？いいよ。じゃあ、いや、この町の金はね、俺がパルワールドで返すよ。ちゃんと買います。いいよ。お願いします。ファーム、俺に任せて。オッケー。何言ってるのか分かんないけどね。何言ってるのか分かんないけどね。うん。ゴミ収集や、ファーム俺に任せて。そうや、お前、次行くところそこか。そっちの面白いやろ。絶対1億よりの価値あるんでしょ。絶対おもろい、そっちの方が。いいよ。そう、うん、それとは別に、俺になんか、まあ余裕だよね、なんかくれ。なんかくれ。なんか、残るものをくれ、俺に。あとで？うん、あとで。このレアアイテムいいでしょ。レアアイテムは、もうちゃんと持ってる。あ、ちゃんと持ってんの？あ、これ持っとくわ。OK。これはマジでレアアイテムやから。ごめん、しかも、5000万やし。え、マジでレアなんだよ。これいいね。これ意外になんかないんだけど。ふざけんな。車出してみよう。お前、なんもないやん。何それ。何それ。お前、こんな車。あ、これね、俺がこの街初めて来てさ、買った初めての車だ。これで警察引き殺したりしたんだよ。何やその車。うん。アンジュ修理終わったよ。高いかな。渡すものないんだよね。ないのかよ。なんか探しといて。確かに。ちょっと見てみるわ。マジで何でもいいよ。どこに分けてる？何でもいい。ほんまに何でもいい。
オッケー。まあ、今のこれもいいんだよね。メダの男の目の前の写真、ね。これで一緒で警察殴ったりしてたから、このホースバットで。ありやね。そう、チーム組んでやってたから。ありやね。そう、これでじゃあ記憶が残ってるものだったら。うん。いいね。と思うんだよ。でしよう。ちょっとまあ、話を付き合っててありがとうね。うん。いいよ。なんかさ、やっぱ、チヨに話しかけるのが一番、なんだっけ、いいんだよな。いや、なんかね、俺もね、一番喋りやすい、このギャングで。お前が？そう。あ、自分もそう思ってるんだ。そう。やっぱ舐めてるのは白井さんすか？いや、舐めるとかじゃなくて。舐めてるんじゃない？いや、でも、いや、そうね。一番コミュニケーション取りやすいよ。ああ、コミュニケーション取りやすいのは分かる。うん、似てる。なんか。似てる？うん。ノリが似てる。何が似てる？ノリノリ。あ！いや、ちょっと嫌だな。一緒な気がする。そう、ね、このうん、まあ、本当にいろいろありがとうね。うん、こっちこそ。いろいろ、まあ、まだそう、ね、けじめは終わってないんだけど、今日はけじめつけよう。とりあえず、とりあえず、とりあえずパシ、とりあえずパシな。一旦成功しないと、一旦成功しないと。とりあえずパシかと。マジで大事な、大事な、マジで。OK？ 何？無線なんだ。離れました。 21.21。 お前終わってるわ。あれ違うって。いや、結構前の無線番号違うんだったって。何やったっけ。あ、違う、間違えた。1番これ分けた。俺、お前なんだよな。お前俺じゃないやん。俺も体験してたっけ。確かに体験違うわ。ちゃんと警察官やわ、俺。え、あ、お前は普通に警察官ってこと。そう、セルは体験やったけど。あ、そうや、俺が体験だった。あ、そういうことで。おはよう。おはよう。体験で3日ぐらいやってたけど、うん、あの、放置されたから、いや、うん、あいつらも殺すって。もう、いや、お前さ、なんか、無線で、なんかセルーがあっちにいるぞみたいな。え、嘘やろ、セルーって言って現場向かったらお前おってびっくりしたわ。お、あ、違った。今日何個やった？大型。もう2つやってて、いや、多分残り、この時間で2つやった。いや、そうらしい。何のために？やっぱパールなんじゃない？無理だよ、演出と文字だけだった。そうだよな。確かに。そうだよな。え、もう、それでもう即いけるんじゃない？もう俺、ワンボタンで、ワンボタンで世界作れる、多分。あ、ほんま？いや、そう。いや、ほんま面白いらしいよ。え、セルやってる？いや、ちょっとなんか話してた。そう。CPU もうやってるって言ってた。早っ。めっちゃおもろい。アイス、多分、やってるの？やってるって。CPU はなしでしょ。あ、来た。CPU もやるよ、今日。今日やるからね。セル、久しぶりだね。久しぶり、CPU。なんで来なかったの？なんで来なかったのって？起きてなかった。デモかったから。デモかった。おお。おお、エサ君。最近オルカはどう？急にやばいよ。急にやばいね。よくないってこと？いやいやいや、全然全然。なんか俺も今日久しぶりに起きたんですよ。一週間。あ、そうなんだ。え、そうなんだ。そうなんです。そうなん、そうなんですよ。そうなんだ。そうなんです、そうなんですよ。なんで？え、なんで？まあ、ね、か眠かった。待ってるから。あ、眠かった。あ、眠かったから。やっぱやりやすいんだよな。いや、でも眠かったって言ったわ。オルカが待ってるから。マジでだるい。オルカ泣いてたよ。うん。嘘つけや。アイス泣く。寂しそうだったわ。泣くのできる人だったの。泣いちゃって。ね、絶対嘘ですよね、セルさん。あ、嘘なんだ。嘘っすよ、絶対俺。アイス普段嘘好きなの。元気なかったよな、なんか。元気なかった。うん。なかったわ。シーラス・ザラフィンです。いやー。え、おはようす。いやー、マジでかー、きついなー。一番仲いいから俺が。え、人質？助けてー。おはようございます。人質。いや、ちょっと助けて。え、助けます。おいおい、ふざけんな。
分かったわ。あ、これはもう取れちゃうな。怖い怖い、おき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 、ごめんごめん。カス。いけ。もったいねえ。ビアがもったいねえお前。薬でいっか。いや。これエスタック？これ俺っすよ。顔出したのがいいんだよな、エスタック。そう、俺の顔いいっすか、イケメンっすか。初めて言いました。いいんじゃない？マジっすか。確かに、なんか系統似てるもんな、二人とも。なんかね、どっちも。なんで系統似てるって言ったら嫌だ。反応するんすか。いや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 。嫌だ、もしない。いや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 。俺と系統似てる。嫌がってない、嫌がってない。S、S、S、ちょっと帽子脱いで。双子やん。待って、あれ？そっか、なんか実感湧かねえ、まだ。写真は撮らない、そういう関係ではない、ちょっと写真撮ろうぜみたいなキャラではない、お互いに。やばいからちょっと病院行ってくるわ。お前も出血やばいってやばい。行くぞ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 。通報されちゃうかもよ。通報されちゃう、重装あったら大丈夫か。ここよ、この車。まあ大丈夫大丈夫、大丈夫か。あ、取れろか。かっこいいでしょ、やっぱ。これボスから借りた？うわ、うん。くそだ。かっ。いや、こいつさ、車持ちすぎから。いや、マジで持ちすぎやで。そう、車の名前をもう、番号入れてるよ、こいつ。やば。やばいんだよ、こいつも。番号で管理してんの？そう、番号、名前これ3番だよね。3番これ3番目やつ。愛着ないやん。マジか。もうちょっと着替えてくるわ。オッケー。ええー。お前ふざけ。はい。はい、避けた。避けたい。今のストレッチ避けた。はい。ちょっとうまくやってね。まず。はい、避けた。下手すぎやろ。はい、バカ。はい、落ち。うっせぇ。インパウンド場まで連れてって。いや、俺フード用意しないとまずい。うわ、いってぇ。いってぇ。知らないよ。中今回絶対暇やったやろ。マジ暇よ。暇やったか。マジ暇。潰してもらうために中配置したけどな、思ったより中入ってこんかった。全然来てなかったよ、普通に歩いて行ってたよ外。なんかライオット A と B の前通り過ぎた後一回も帰ってこへんかってんけど。だからいや A の出口でさ、うん、ライオット1台はあったけど。あ、そうなんや。そう、なんかパトカー1台は行ったかな。 A 見えたけど、うん、A は入られたっぽかったけどね。そうだっか、永遠見えてなかったんですか。いやー、パシフィックノーダメは意味わからんな。ちょっとノーダウンマジいな。うん、俺のとこ屋上にヘリ突っ込んできて俺撃ってないのに勝手に死んだんよな、俺か。これで俺がダウンって言った。あそこにヘリアタックはマジで、あれあれやばいよな。あれはやばい。あれエンジン壊れたんかな。正直さ、大丈夫これ爆発するよ。ファッシーなんかあった90度の角っちょ。うんうん、こういうところに見られたらヘリアタックって基本当たんないのよ。うん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 。まあもうなんだろう、ブレードめり込ませて無理やり当てるとかはあるけど、ここって車体がぶつかって結局アタックできないから、うん、あそこは無茶だね。俺さ、まさか来ると思ってなくて報告も特になかったから、こうやって歩いてたらもう急に視界にさヘリの下のやつが見えて、速攻であのパルクールでスライディングして。ナイスすぎる。マジで危なかった。俺も選択肢なかった。しかもスタン食らったしさ、壁にぶつかって、うわ終わったと思ったら死んでた俺が。てかさ、フィックス見れる？ん？高山が
5秒で散った高山が。おもろすぎるこいつ。おもろすぎる。次20分後にアーティで終わりかな。了解。で、セルのオーリンかな。そうね。うん、金洗いに行くやつ。いや、アーティ終わった後、セルのオーリンだよ。アンジョ。あ、オッケーオッケーオッケー。あくまでやっとくよ。オーリンね。お金いらないの。まあ、どうせオーリンセルから大丈夫じゃない。まあ、確かに。じゃあ、俺は取っとこう。はい。いや、俺でもいいよ、ボス。ボス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 。いや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 、お金、はい、お金いらんって言って、お金いらんって言ってたやん。あいつ。久々だから。お金いらんって言ってなかったボス。え、お金はあるほど、あるほど嬉しいっしょ。いやいや、全然いいよ。あれはあるほど嬉しいっしょ。もうしょうがない。俺が一旦預かっときます、お母さんが。じゃあ、千代もセルと一緒に降臨したらじゃあ。なんで意味が分からへんねんけど、なんでそんな。え、預けしないの。え、ひよってんのもしかして。ひよってる。え、ひよってる。ひよってるって何。なんだろうね。くしかないよね。やられたな、チーム。ん？負けんよな、負けんよな。うん。いや、俺は普通にやるよ。なんか一緒にやろうって話。いいな、お前、失うものがなくて。報酬もらった方は、全部セット入れてください。勝ってもええやん、勝ってもええやん。勝ったのはいいってやっぱ俺よ。まあ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 、勝つよ。その声は、ヒヨってる。エルさん？うん。あ、おはようございます。おもくさ、はい。おはようございます。スイカに戻りました、俺、仮面。スイカなんだ、ほんと。うん。戻ってきて。みんな、9割だっけ？あ、エスかみたいな。出会いもあれば分かるもあるか。アジかぁ。キューアジと来て。はい。テル先輩、引っ越しするよ。ちょっと今、街からいなくなるって。ゲーム作業してる人待ってる。マジで言ってる。何そこいんの、お前。間違えた。全然。こっちは。やめてくださいボス。ボス、俺のこと嫌いなんですか。まあ、好きではないね。なんでそんなこと。ひどいですよ。12か。まあどうせあいつはね。何もないと思うからもらっていくわ勝手に。あ、てかなんかめっちゃ電話くれてたの。じゃあありがとう。でここで、すいません。あ、こんにちは。こんにちは。すいません。こんにちは。こんにちは。すいません、ちょっと駆け込みでいいですか。あ、はい、いかがされましたか。誕生石のやつ見てきたんですけど。 ありがとうございます。2月のやつが買いたくて。2月ですとアメジストの指輪になりますね。はい、こちらの指輪、はい、一番上にあるちょっとシンプルめのデザインが誕生石シリーズになってまして、はい、一つ1000万円からお買い求めいただけるんですけど、ご予算とかって大丈夫ですか。あ、大丈夫です。ありがとうございます。ちょっとすいません、私服で申し訳ないんですけど、お作りしますので少々お待ちください。はい、待ってください。これリングしかないですか。今のところリングだけでちょっと今後展開しようかなっていうところなんですけど。了解です、了解です。なるほど。え、でもあれですもんね、アメジストこれしかないですもんね、はい、そうですね、こちらのみになります。なるほど。渡すの男なんで。あ、そうなんですね。そうですよ、ちょっと今日で今日で帰っちゃうんすよ。あ、そうなんだ。そうじゃないですよね。ってなるとなんかいいのないですかね。難しいから。来ました来ました、エメラルドのネックレスでいいですか。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。かしこまりました。すぐご用意しますので少々お待ちください。あ、ちょっと待って。今来れる。
どこ来れるって？のあ、オッケー、行くわ。あ、ごめんなさい、いいっすよ。はい、了解。はい、ゴールドのものと一応お渡ししますね、うんうん、シルバーのものございまして、若干デザインが違うんですけど、どちらがよろしいですか？シルバーのがいいですね。シルバーかしこまりました。渡しますね。街去っちゃうんですね。そうなんですよ。しかも急に急に、はい、カジノ人多くね。私のイベントだって今日人参もこの間急に街を去ってしまって、リップ限定のイベントで、なんかそういう時期なのかな。2億だって悲しいですよね、去っちゃうと、うん、大号泣しました。俺も一番はい仲いいんですよ、はい、えそうなんですよ。でもリング渡すのは違うなと思って。そうですね。ちょっとそうですね、ちょっと重いなと思って。うん、はい、多分ネックレスぐらいだったら気軽につけられるかなと思うので。そうですね、ありがとうございます。はい、いや、ありがとうございました。ありがとうございます。また来ます。はい、またお待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんでメラルドにしたかは勝手に妄想して。え？真ん中行きますか。なんか急イベントの話になった。イベント？参加すんのイベント？おばあがイベントあるらしい。はい、ありがとうございます。制限時間すごい数だ。ではまず皆様手持ちに10万チップが右上に見えているといったことでよろしいでしょうか。持ってない方、はい、多い方、それより多い方はどうすればいいですか。それより多い方は換金してください。あ、先にね。オッケー。はい。で、あとですよ。10万チップね。うん。はい。右上は10万チップ、これは、もうレギュレーションの中で絶対的なルールとなっているのでご協力お願いします。はいはい、はい、20分間の間でその10万チップを一番増やせた人が優勝となります。おお、はい、よし、俺引き継ぐぜ。変な味でテルセファン引き継ぐぞ。俺バスト嫌だから。なさすぎるやった。はい、いいよ。どこどこどこ15もうふざけるよ。おー、いいね。いや、いや俺これ引っ張る。いや、これワンチャンルーレットな可能性あるか。いや、俺これ地道に。はぁ、まぁ、いや、行くね。無理だよ、バスト。はい、どんまい。はい、どんまい。はい、ヒットのやり方を教えてあげる。こうやって引くんです。2億でかいさよなら。でかいよ。はい、ザコ。ごめんね。オッケーオッケー。行くよ、 CP 俺たち駆け上がるぞ。ここどうですか。ここ結構負けてます。あ、ここ今めっちゃいい感じですよ。4人死にました。今からどうする。10万4人死んだ。20万に行く。今やったら勝つ。あと20分しかないから。やばい、今日これ設定入ってね。オールインする。オールインする。ここでしょ。誰かこっち触りませんか。こっち緑たくはかけるバンデル。誰か生きてる人いませんか。あ、いた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 。これは。ちなみに俺1億かじげたよ。マジで？そう、俺勝てなかった。やば。チは大丈夫。やば。チは払わなくてもいい。ああ。引くか引かぬか。助かった。確率的には引いた方が強いよな。まだオールインしようってボースが言ったけども止まったわ。7か8、7か8来い。それが偉い、それが偉い。7か8、7か8、7か8、福岡さん、10件。待って、10件、全然あるか、全然ある、全然ある、全然あるか、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 あるか。あるか、あるか、勝ったら、勝ったら、勝った、勝った、勝った、はい、終了です。勝った、181万チップ。やばすぎる。181？ 181？ CP は？540ね。おお、最後負けられたか。ね、2位でも金もらえんじゃない？あ、金もらえる。左のイカソお兄様。180。チーズ。おお。コングラチュエーション、コングラチュエーション。マジですごい。1位、おおめでとうございます。180万チップ超え、おめでとうございます。おめでとう。写真撮るの？写真？写真撮らないの？撮りたいの？俺撮りたいです。最後には写真が。みんなスーツで撮りたいです、俺。うん、写真撮る？着替えてきます。これも写真だからね。スーツじゃ着替えてきます。誰？誰？おいらさん。誰？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 マジで。マジで誰？エイムです。エイムです。マジで誰？それでも誰？それでも誰なの？エイムです。なんかやだな。
誰だよマジで。誰？兄弟来た。誰？誰と兄弟？兄弟ですか？何写真写真なんで警察呼ぶんだよ。なんで警察呼んだ。警察呼んだもん。オッケー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 。解放条件写真。解放条件写真。解放条件写真。ああ。全然でも危ないよ。S S。ありがとう。これ入ってる。その二人は被ってまして。被ってます被ってます被ってます。すぐ被って。ちょっと待って待ってみんなこっち来て。はい。オッケー。こっち来てこっち来て。何言ってるかわかんないけど、一人称にしてピアス見て。え、ピアス？あ、え？サイコロ？お揃い？あ、外したこいつ。外した。外した。外した。うわ。耳たぶん引きちぎれるぞそれ。うわ。いや、指名手配犯っていたっけこの中に。こんな中に指名手配犯いたっけ？いない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 。解放条件は何だ？解放条件は何だ？解放条件は何だ？手出さない、写真撮る。オッケーオッケーオッケー。おいで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 。あ、出た出た。待って、この二人いいね。だから分かったよ。ここだよ。エイムと CPU です。ボイラ先輩二人いるけど。ハゲとこそ入ったんよね。ボイラ兄弟が。エイムテンガリンと CPU テンガリン。そうね。セルーセルーがセルーが横できる？かっこいいボス。なんか広がる感じする。なんか修学旅行の集合写真みたいな。修学旅行で生きてるやつや。やっぱいるんだな。え、あれヘルあれにしない？後ろで手組むやつ。ちょっと俺が下がる。前の人が座って後ろに立てたらいいじゃん。ちょっと待って、シーカー離れてる。いいねいいね、セルーそのポーズ。平井さんとナシマさんもうちょっと近づいて。いや、これ早めにしてちょっと若干できるできる。オッケーオッケーオッケー。待って、それタイミングでタイミングで。俺キュンキュンで行った。キュン。私も同行しようって言ってそう。はいはいはい。この旅路、私も同行。エジプトか。あんじゃ目つぶんなよな。目つぶっちゃったな。やっぱエジプトだよ。ピース嫌だな。目開けとくわ。はい、オッケー。はい。ナイス。オッケーオッケー。ありがとう。よく撮れてます。敵に読んでよかった。やっぱりセルーセルがね、町からもう引っ越しするらしいよ。セル引っ越すの聞いてないけど。そうだよ、寂しいな。どこ引っ越すの？韓国。それは行くの？何でしょう。カンジャンケジャン食べて、カンジャンケジャン全然ヤンニョムチキンね。ガッチでもマジでいいお店も教えるんだ。そうするよ。しかもするよ。韓国行くことあったら連絡するよ。いやマジでマジで教える。俺もカンジャンケジャン食べに行く。白井さん、はいはい、白井何番今日？白井45。ミコダヨもそろそろいいんじゃない？何が？もう発表していいんじゃない？何よだよ。え、あれをいよいよ。うん、誰どれ？ようこそ。どれ？ようこそ。ようこそ。おかしいな。おかしいな。ようこそ。話変わってきたぞ急に。リコダヨはね。うん。ナズピとシークドどっちなん？どっちもない。え？どっちもないんだ。どっちもない。え？でも恐れピアスは何？違う違う、マジで知らん。だって俺マレ肉屋のマレ肉ガチャでいいの出ますようにって勝手につけたんだ。私一番最初からつけてる。マジ？そうだよ。幼馴染だっけ？梅なんじゃない？まさか知らないなんてことないよね。確かにね。ないよね。おいよ。そんなことないよね。のろけやってよ。逮捕したらわかるもんね。何だ？どうすごかったと言ったか？すごかった。あるんだろう警察には。え、なんていうんだ、プロファイルだっけ？うせえ。クンクンクンに言うな。お揃いね。うん、写真撮ったし、じゃあ指名手配犯でも。はいはいはい。条件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 。手出さないと言ったやん、さっき。さっきキーモット殺したわ。なんでやねん。唐突に報告されるね。材料増えた。ちょっと誰かシーカー手錠して。なんでなんでなんで、ちょっと待って、誰逃げちゃうんだよ。
爆音しか逃げることもできんのか。あ、ごめん、忘れた。飲んでる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 飲んおっとやばいやばいやばい、出血でしょ、助けて、誰か送って、この人まで。あー、ヘリで行くか。ありがとうね。あよ、なんか持ってない。え、持ってる、持ってない。乗れね、乗せか、ロケ。やば、乗せ。あ、気のせいだった。まだまだまだ、なんで構えてんだ、なんで構えてんだ、あれ。綺麗だ。よし、解散。爆発落ちってわけ。みんな、ジライト逃げよう。了解、了解。俺のヘリ乗ってください。いない人、乗れ乗れ。セルどこいる。セル、確かに。もう行ったのか。え、もうそんな行ったか。あっさりすぎ。やば。まあまあまあ、アイスはそんなもんだから。あ、そっか。絶対寝込んでない。セルー、セルー、セルー、慣れる、普通に死んでる鳥。はい、あー頼む、いてくれ。頼む、いない。いや、戻ってるかも、みんなのとこ。遅いか。そっか。チャオみたいなことしやがって。チャオみたいな。またか。また最後に何も言わずおらんくなりやがった、あいつ。これ入ってんのか。Your call has been forwarded to an automated. マジか。渡せんかった。もしもし。
あ、もしもし、今何してるんですか？お、今街中走ってるよ、どうした？いや、何もないです、大丈夫です。え、なんで？いや、すいません、ありがとうございます。どうした？いや、あの、みんなで喋ってた時に一瞬車でちょろって寄ってどっか行ったんでカジノに囚われたのかと思いました。違うよ、なわけないよ。もう写真撮影行って最速でカジノ行ってんのかと思いました。そんなわけないよ。すいません、びっくりしました。もう依存しちゃったのかと思いました。え、セルそっちおらんよね？いや、もう多分いなくなったと思います。 OK、 わかった。皆さん、ありがとうございます。はい、マジか。マジか。まあまあ、そういう運命って言っちゃ変やけど、そういう運命やったのかもしれんな。まあ、これでいいよ、しばらく。まあ、そっか。いや、きついな。友達がいなくなるのはきついな。